好，谢谢女士们，大家好，我是上校直播。今天呢，首先我来这边热场一下，我一边看里面的弹幕，然后互动一下。哎，是不是比较遗憾？一开始开直播了之后看得到我的脸，对不对？就是今天的话呢，还是我非常的非常的荣幸，因为去年我第一次见到。那场戏也起来，然后这次的话还是做农作，这次的那个 MC 主持嘛，非常的荣幸。大家肯定已经看过，轮到你了是吧？是吧？我看弹幕了，哦，七七七七七七，哎，你们觉得怎么样呢？那部。电视剧是不是非常的非常的好看？哎，有没有人觉得那个一开始猜得到，那才讲是，这样那个最后的凶人的，我真的最后差不多前一半的时候才知道他是一个反派的，好不好？然后这次的话呢，他已经毕业了乃木坂46，然后开始了演员的工作。他这次呢，轮到你了，就是他的第一次的那种电视剧嘛。然后今天的话，好荣幸他也来到了上海，然后在 B 站我们在做直播。OK，大家想不想看？迫不及待吧！我也还是有点紧张，出汗了。哎 还是有我的粉丝，谢谢谢谢谢谢。じゃあそろそろ行きましょうかね。今天有想问的事情的话，多点发弹幕，然后互动一下，互动一下。我也尽量看你们的弹幕呀，什么那个现场的气氛，然后采访一下。OK，可以了吗？可以了吗？好，早くしろって言われてますんで。行きますか。好，那给你们介绍一下这次的嘉宾，乃木坂46的西野千来、西野七瀬さんよろしくお願いしでーます。す。なんて言ったか分かりいましたや、か？何も分かんないですけど、ずっとお一人で喋ってて大変そうだなって、すごいなと思ってました。因为他就是翻译的小姐姐。请多多关照。我刚才没想到，我一个人说话的时候，他一点都没有什么翻译。你没有给我暗示。那他，但是那个最近是不是开始学中文，对不对？なんか最近中国語を勉強し始めたんですかね。そうです、そうです。じゃあちょっとじゃあ自己紹介を自己紹介は、中国語でお願いできま自己すか。紹介は大丈夫で大丈夫ですか？す。那就请谢谢小姐来给大家做一个自我介绍。中文的自我介绍。中国語の自己紹介をお願いします。大家好，我是西野七濑，请多多关照。素晴らしい。合ってます？合ってます。合ってます。完璧あ、よかった。です。もうこれはもう何だろう、ね、定この番。一塊はとにかく もう覚えた。もう頭に入れて、なんか足したいんですけどね、もっと足していきたいとは思ってますけど。这次来到了上海之后，有没有什么新学的单词呀？还有打个招呼之类的。今回上海に来てから何か新しく勉強した単語とか、なんか一言とか何かありああ、ます？でででででで。なんか中国のね、そのスタッフさんたちが話してるときに、ドゥ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 とか、ハウ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 とか、めっちゃ早くて、それ何ですかって言ったら、なんかまあ、なんだろう、はいはいはいみたいな、っていうこと、そうそうそうみたいなことだよって聞いて、ちょっと真似してます。もう一回やって。ドゥ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 。是不是大家很标准？对，西野说，他给大家说就是，他来中国以后，就是经常会听见话，就是对对对对对，然后就是因为工作人员，然后各种场合就会经常说这句话，所以他就觉得这句话对他来说特别亲切。あとこう今弾幕でも言ってるんですけど、大家现在大概在发弹幕嘛，
还有那个还说六六六六六六。なんか今、うん、コメント結構たくさん書いてるんですけど、うん、すごい中国語うまいですねって素晴らしいって結構書いてるコメントが多くて。あとそう「りょう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 」っていうのを覚えてください。せっかくなので数字の666っていう中国のはうまいっていう発音がすごい近いので、うん、なので数字の6「りゅう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 」は言語すればすごいうまいうまいっていう、なんか日本で言うとなんかまあネット用語的な感じ「すごい」とかって感じ「りゅう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 」なんかずっと言い続けるのがなんかすごいって意味。そうすごいって意味。ザンも覚えてる。ザン、ザン、六六六六六六。对对对对对。对对对对对。好的。好的。好的。哇，すごい！プレゼントありがとう。谢谢大家。那个送礼物。谢谢你，谢谢你，谢谢你，我覚えた。他说他也就是记住了，谢谢你。素晴らしい。素晴らしいですね。这次的话还是作为演员。来到中国是吧？今回はもう、うん、女優役者として、うんうん、中国に来るのが、まあ、メインの お仕事とかですか。もう今回のうちに来てくれたその立場的には、まあ、やっぱ立場的に、うん、やっぱ役者さんですよね。なのかな。今職業は職業さんなんて言っていいんだろう。女優さんでいいのかなっていう。アクトレスですね。アクトレス、うん、なんかまだちょっとおこがましいなっていう気はしちゃうんですけど。但是好像那个大家肯定看过我的那个去年的视频，我采访他的时候的，那个时候他已经说过，哦，后面我想做那种演员的工作。インタビュー取材された時に、うん、その時もなんかちょっと役者とか、うん、これからもっとお芝居やっていきたいというのが、うん、コメントを事前に聞けたので、言ってましたよね。去年の時これからはなんかその役者とか挑戦してみたい、うん、言ってたと思います。覚えてないの？内容ちだま。そうですね。いや、お会いしたことはもちろん覚えてるんですけど。はい、ここで忘れられてたら僕悲しいです。はい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 、他记得我。そうか、自分が言ったことはちょっとあんま覚えてなかったかもですけど。还有竟然他自己忘了自己说他自己想演员的工作，但是这个梦想已经实现了。この夢はね、もうすでに実現しましたね。役者やりたいって言ったのが。あ、でもそういうお仕事は今年できましたね。そうし、现在今年实现了自己演员的梦想，很高兴。あ、高兴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 は、喜欢は、好き、好き、喜欢、高兴は嬉しい、高兴。今回の轮到你了、这个电视剧的话，あなたの番です。これは一开始那个邀请的时候已经决定你的角色吗？あなたの番ですね。最初オファーした時も、西野さんはもう犯人役とかも事前に分かってました？はい、もちろん。这种东西的话，那个应该所有的剧本一下子过来吗？还是一集一集可以拿的吗？その脚本っていうのはもう一斉にもう全部の分来るのか、それともこう一話ずつ来るのか。全然一話ずつですし、割とこうギリギリだったりする時も。哦，说台本的话，有时会就是每一集每一集的来，也是说会很赶，所以基本上台本的话，可能就是不知特别知道那个走向。那一开始自己开始那个演黑道这个角色的时候，还是知道自己是黑幕的吗？一番最初この黒島ちゃん役をやる時も、もう黒幕とかも最初知ってたんですよ。そうです、黒幕役ですって言われたので、おお、そんななんかまあ犯人みたいな黒幕っていう役はやったことなかったんで、ちょっと不安の方が大きかったですけど、でもまあ初めてのことに挑戦できるっていうのは嬉しかったんで、頑張ろうと思って。そう、他刚开始的时候知道就是黑岛自己演的黑岛是犯人的时候。他就觉得不知道，就是很不知道怎么办，然后也是没有准备，但是就是经过这次演以后，他会觉得挺高兴，就是高兴高兴。でも最初から結構そのキャラクターのイメージってあったんですか？你有没有那个一开始有自己的那种黑道的角色的感觉？全然
全然なかったし、とりあえずもう普通に女子大生の黒島ちゃんをやっていこうって感じでした。なんかその殺人犯だっていう部分はあんまり考えずにやってでしたかね。星爷说他刚开始就是演黑道的时候，他只是以一个女高中生，然后女大学生的那个角度去演，就是并没有事前就是带入那个犯人的那个角色，对，是以这种心情去一步一步演绎的。那除了那个杀人犯的设定之外的话，还是这个角色的感觉跟自己还是有点像。黒島ちゃんの、殺人犯の役を抜いて、その人として黒島普段の性格は自分の性格には近いんですか？なんか似てますか？似てる部分あります？全然あの理系だったし、私は割と文系で数字はちょっとフィボナッチ数列とか言われてもみたいな。あ、大変でした。あの数式覚えるのとか、はい、あ、覚えたんですかあれ？一応こう覚えてなんかやったりして、それも見たことない記号とかがあったんで、あ、なんだこれと思って大変でしたけど、あんまりタイプは違いますかね、黒島ちゃんと。だって何でも数式でね解決できると思ってるので、なかなかああいう人はいないですよね。確かに確かに。然后黑道说他说自己和那个谢说他自己和黑道比起来，然后因为黑道是理科那个理科女生，然后他自己完全就是文科生，然后完全不一样。然后再加上那个黑道的话，他用什么都是用那个数字来解决，所以的话他自己平时的话就是觉得背就是记那个数字的话也很难，然后看到很多那个就是数就是那种算数他也不会，所以总的来说在现实上的话那个黑岛和自己的角色是完全不一样的。但是我个人觉得平时西野さん也说话没有那么特别的多，所以我还是一看这个轮到你了的时候还是比较跟本人像的那种感觉。なんか普段西野さんはあんまり、口数少ないので、あの山下さんから黒島ちゃんの役を見ると、ちょっと似てるなっていう感じは少ししてました。ああ、まあ、そのタイプは一緒かな。タイプは一緒です。テンションっていうか温度温度は一緒かも。はい。谢谢说他说他除了就是刚刚说的那个算术以外，其实和黑岛相似的部分就是他的情绪都比较稳定，就是比较沉着的情绪的话，可能和黑岛的设定应该也会是比较像的。那么我想问，这个自己演跟自己不一样的人设的时候怎么学习演技？どうやってこう自分以外の役を演じるときに演技を勉強していったんですか？誰か出演者の方が教えてくれたりとか。いや、なんか聞いたりはしましたけど、その、サイコパスみたいな役って分かんない。どうしてもそのサイコパスな人の気持ちは分かんないんでなんかそういう役やったことありますかとか聞いたりはしました。なおさんとかもあれでしたよ。すごいサイコパスでしたよね。でしたね。那种サイコパス怎么说？反人格设定，反人格，反社会型人格。他也没有反社会型人格演过这种设定吗？对对对。然后谢说，他就说他没有演过，就是一般来说就是会向周围人听一下，因为他自己周围也没有就是这样的人存在，所以怎么说呢？就是一步步摸索的感觉。然后你说那个奈绪，那个比较反人格，有那个反社会的。对对对，像太主人公的旁隔壁的那个女孩子。那个奈绪ちゃんはなんか一番サイコパスにちょっと近いんじゃないかなと思ったんですが。近いですね。でもあのドラマあんまもう普通の人いなかったですけどね。みんなおかしいおかしいしね、なんかドラマですけど。谢说，他说那个电视剧的整体设定，大家都是很奇怪的人，就没有一个正常人，所以请理解。那么那个这样的话，如果没有那个限制性别还有年龄的话，
你如果可以选择一个角色的话，想演哪个角色？なんか年齢とか性別を問わず、もし何か一つの役をやってみたいのであれば、どういう役をやってみたいとかありますか？あのマンションの中で。ああ、マンションの中で。中で。誰だろう。年齢。女の人だったら赤池さんとか。赤池さん？おばあちゃん？メンチカツメンチカツ。メンチカツメンチカツ。メンチカツメンチカツ。他说，如果不考虑年龄和性别设定的话，自己最想演的是那个《公寓》里面的那个赤池美里女士。他说一直说那个猪排猪排。猪排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 。对对对。猪排猪排猪排。見つかった。那个时候在你在现场吗？現場にはあの時いたんですか？いましたよ。あ、いたんですか？見てました。それを心配するっていうか。あ、そうですね。この人大丈夫かなみたいな感じで見てるっていうので。他也现场，在现场看了。一般就是有一点担心，这个人没问题吗？一般想着，就是他当时也在拍摄现场，同一场戏。那从来没有跟那个专业的演员们。没有那么深度的交流过吗？交流过，那现场跟大家一起做工作有什么感想？とそういうプロの俳優さんたちと何かそのより深くコミュニケーションしてましたか？なんか一緒に共有して何か感想とかありますか？なんかでもやっぱねすごい人たちの中に囲まれて。半年間も長い期間過ごせたからもうその時間だけで本当もうありがたいというかいっぱい勉強になることはありましたやっぱ近くで見ててすごいこうもちろん演技が上手なのはもちろんですけどこっちまでまだ未熟な私までこう引っ張り上げてくれるというかなんかそういう感覚がすごいあったんでなんか。みんなかっこいいなってその同い年の奈緒ちゃんとか美穂ちゃん仲良くなったんですけど2人はもうね女優さんをずっとやってきてて同い年だけど全然こう違う環境でいたけどやっぱ2人にもすごい刺激をもらいました。谢他说他说这半年以来就是和很厉害的就是演员一起度过，对他来说真的是非常值得学习的半年。然后就是大家演技都很好，但是从来没有架子。就是他自己的话来说，其实作为步入演员这个行业的话，其实也不是特别经验丰富的。然后大家的话就会带领他一起就是前进。他就是周围的那些专业演员都非常的帅气，非常的棒。然后和他同龄比他小，大概一岁同龄的那个。奈绪和那个渡边美穗两人他们并不是其他的那个爱豆出身他们就是以女演员一直从事这份行业到现在然后他们从他们身上也学到了很多不同的东西じゃあなんか例えば今はこう日本のドラマに出ましたけれどもまあ、突飛な話ですけどもしその海外の作品とか例えば中国の作品とかがあったら出たいなって思いますか？出たい。速度が出たい。刚才为了那个，现刚才刚刚拍完了那个日本的玩具啊电视剧，然后我问了他，就是那个如果有海外的，尤其是中国的一些邀请的话，你愿意不愿意那个参加吗？然后他说想。当然想，想想したい。何がやりたいとか想想想。希望 B 站以后有那种なんかビリビリ何か玩具的计划あれば计划ぜひあの想そんなに来てください想想なんか海外のドラマとかそう見たりしますか有没有海外的东西あまり実は今までは見たことはなくてなんで。でも中国のなんか映画はちらっと見たりしました。七爷说他并没有怎么看，就是海外电视剧，但是中国的那个电影他看过，就是很少，就是看过一些。ドラマ。なんか送ってくれたやつ。
其实上次哔哩哔哩，对，上次哔哩哔哩玩的时候，那个山田孝之、山田さん、山田孝之さん，他们也回来了，所以我比较期待后面跟 B 站还有日本的演员，还有 B 站 UP 就中国的演员一起合作起来的这个机会。なんかこの前ビリビリのイベントで、山田孝之さんも参加して、なんかこういう機会は結構徐々に中国が増えているので、なんか何かの機会で皆さん一緒になんか作品やれたら面白いんですね。なんか確かになんか日本人がいているとちょっと安心かもしれないですね。なんか自分一人じゃなくてなんかいたら安心かも。ね、ビリビリさんお願いしますそのバイトをビリビリさん、あの可愛くビリビリの人にお願いしますって言っといてください。お願いします。バイトーラ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 。那么那个毕业栏目版四六之后的平时的工作，还有那个有没有跟栏目版的成员那个继续交流的吗？乃木坂卒業してから、乃木坂のメンバー何かコミュニケーション取ったりとかそういう機会ありますか？ああ、なんか卒業生の子とはよく会うんですけど、現役の子はあんまり最近は会えてないですね。ああ。他说，谢谢说他和毕业生的话也会经常见面，但是和现成员的话，倒是见面的机会很少。やっぱりみんなすごく忙しい。とかなんですか、それともなんか忙しそうだなって思ってなんか自分もいたからちょっとその忙しさがを知ってるからこそ、こうなんだろう、タイミング誘うタイミングとかなんか気遣っちゃいます。然后谢谢说，就是因为现役成员的话，大家看起来都比较忙，因为自己也是经历过现役，然后他就会觉得就是那种气氛，就只觉得应该大家应该很忙吧，所以说也没有怎么去。邀请就是现在的成员。まあもう少しでね、ライブもありますしね。马上有那个上海的演唱会。今回は参加しないわけじゃないですか。なんかちょっと違和感みたいなのありません？いや、全然。有参加那个中国上海的演唱会有没有什么？全然、あのもう日本でやってたライブとか見に行ったりしてたんで。あ、そうなんだ。はい。现在说过啊，那如何？谢说他完全没有那个违和感，因为他在日本也去参加过几场那个就是毕业之后莱姆版的演唱会，所以并没有什么就是违和感。那接下来那下一个环节吧，就是我们玩一个游戏。次のコーナーはちょっとゲームに進みたいと思います。因为我你们想不想听他的中文？西野さんの中国は皆さん聞きたいんですよね。聞きます？聞きたいんですよね。那所以嘛，就直接是这样子。今天我们节目组准备的是这个游戏。黒ひげ。我不知道在中国的观众们有没有看过。よく知ってます。这种东西在日本的话非常非常有名。日本はとても有名なゲームです。今説明して皆さんに説明してる感じ。知ってるよ。你们知道这个游戏吗？需不需要我们解释一下？皆さんこのゲーム知ってますか？何か説明がいります？私黑胡子，对，黑胡子，就是很简单啊。我跟西野さん，那个小剑，然后插进去，他蹦出来了就输掉这个游戏。然后呢？这边节目组准备了三句中国话，是吧？然后我赢了，就我们看弹幕。我们选择让他说的中文，然后他赢了之后，他可以自己选。然后其实那个还有一个点，就。今天的直播的最后一个环节有抽奖。这个抽奖的时候已经我们说好了一个签名版。
签名板那个 sign、嗯、西野さんの本人の sign と、嗯、还有那个小电视是吧ビリビリ専用のちょっとテレビちっちゃいミニテレビを用意してるので、嗯、那如果我赢的话能不能加一份签名板可以吗もし山下さんはもしかったらさらに一つサインを追加していいんですか、うん、大丈夫ですか OK です大丈夫ですか、はい、じゃあみんな僕の味方しますけど大丈夫ですか大丈夫ですよ大丈夫ですか頑張ります那那个大家支持我吧我如果赢的话私のこと応援してください福利比较多了運だからね平時運気好吗普段運いい方ですか悪い方ですかいいと思ってますいいと思ってるはい自分ではじゃあ先行きますかいいですよ1個目もうスタートであなたの番ですあルンダオニラルンダオニラ行きますじゃあ、うん、せっかくなので、うん、こうちょっと好きな食べ物の名前を言いながらこう指していきます指していく、うん、OK ですいや说那个说着喜欢的东西喜欢的菜菜担々麺ラーメンえそんなに好きなんですか好きですよあだからせっかくだからあの中華料理にしようと思って、はい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 、中華料理縛りできるかなちょっと自信ないですけど難得就選中国菜中国菜比较中国很難得中国没想到他喜欢辣的まさか辛いの好きの思わなかったですね好きですよですか、うん、那我也说自己喜欢的菜、うん没有辣的，不辣的麻辣烫。麻辣烫，麻辣烫，辛くない麻辣烫。じゃあ、はい、もう王道麻婆豆腐。おい、麻婆豆腐。麻婆豆腐。四川料理ばっかり本当に。好き。確かに美味しいですよね。もう今回ね、僕ねさっきまで北海道にいたんですよ。北海道から来たんですか北海道から来たんです。我今天来那个从北海道来的，所以秋刀鱼、サンマ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 の季節です。確かに。サンマの季節です。秋ですね。秋刀鱼你们喜不喜欢？三文鱼也好吃，秋刀鱼也非常好吃。皆さんサンマとか好きですか？サンマ。じゃあ、はい、上海ガニ。上海螃蟹，上海大闸蟹，大闸蟹，大闸蟹，食べました。大闸蟹，まだなんです。まだ。还没吃，果然还没吃。明日，明日食べたい。明天，明天吃，明天吃。行きます。僕もじゃ中華で行きます。はい。ここ。実際絶対食べてほしいホイコーロー。ああホイコーロー。ホイコーローは、まだ食べてない。本場のホイコーローめちゃめちゃうまいです。ああ食べたい。めちゃめちゃうまいです。明日だ。明天。明天。明天食べるものめっちゃ増えてきた。明天要吃的东西特别多了。いや、よし。あと今回食べたもの、ちょっと吃的东西。今回食べたものは、うん。あ、でもじゃあ言う。行きましょう行きましょう。で、所以说选这次吃的东西。牛肉ラーメン。牛肉ラーメン。ついさっき。あ、刚才吃的。刚才吃的。刚才吃的牛肉面。对，兰州拉面，牛肉拉面。普通应该是普通的牛肉拉面，辣的。どうでした？很好吃，很好吃，很好吃。就日本のラーメンと全然違うじゃないですか。あと辛かった、やっぱ。辛かったですか？結構ヒリヒリして。あ、しびれる感じの。麻辣。美味しかった。有点麻。しびれる感じ、そうでもない。ヒリヒリ。ヒリヒリ。有点麻辣。あとね、僕が好きなのがね。広東料理なんですけど、我喜欢的是拉肠。拉肠。なんかソーセージなんか、なんかソーセージの爪のなんか肉なんか入ってるやつ。あ知らない。拉肠っていうなんかチャンフェンっていうなんかその小麦粉みたいなちょっとつるつるした皮の中にチャーシューが入ってたりとかする。もう次女子高生なんで流行るんじゃないかと思ってるんですけど。日本の原宿で。拉肠，嗯，拉肠，对，好像中国人也都喜欢的。じゃあ、昨日も今日も食べた小籠包。哦，小籠包，昨天和今天都吃了。え、焼き小籠包食べました？焼きも普通のもどっちも食べました。
有两个都吃了那个。嗯，两个都吃了，然后普通的那个汤包和那个生煎包都吃了。どっちが好きですか？どっちだろう。焼き。焼き？生煎包。焼きのあの下のカリカリしたところが。とこが超好きです。小杨生煎昨天吃。啊，这个很挺有名的。啊，次どうしよう。次どうしよう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 。もう いきます。はい。潮汕牛肉火锅。の牛肉火鍋。牛肉火鍋っていうのがあって、牛肉をこう湯がくんですよね。那把牛肉甩一下的那种，还是那边是那偏关东的那边的。しゃぶしゃぶ的な。そう。牛肉しゃぶしゃぶみたいなやつが。これも美味しい。火鍋も食べたいですね。也说他也想吃火锅。あ、どうしよう。なんだろう。そろそろですよ。全然飛ぶ気配ないですね。飛ぶ気配ない。これ。あなたの番です。どうぞ。轮到你了。轮到你了。なんだろう。ね。なんだ。何があったの。あ、オッケー。ね。青菜の炒め。炒生那个蔬菜啊，青菜，大好き。他说他很非常喜欢吃炒青菜，就是那种豆苗啊，甚至那个瓢根菜呀，就是日本什么，就是很多那种青菜。昨天应该是炒的那个，就是小豆苗之类的。哎，青炒的还是蒜炒？青炒啊，ニンニクじゃなくて、ニンニクは欲しいでも。あ、欲しい。ニンニク炒め？ですか？还有来到了上海就一定要吃这个吧。上海といえば。上海といえば。红烧肉。啊。红烧肉。啊耶！回来了，对不起，对不起。やった。耶。对不起。あ、確認のやつ。啊，美味しかった、美味しかった。美味しかったですよ。好吃，好吃。错过了，错过了啊！观众们，不好意思，我的运气太差了，太好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 了！这，真的对不起，观众们对不起。反正我们，やっちゃいました。すいません。これはね、僕が勝つべきだったんですけど。そうですよね。这个游戏应该我赢的，但是实在我运气差了。然后本当に私運悪かったですね。私は勝つべきだったのに。本当にごめんなさい。では接下来的话还是西野さん念中文台词，然后还是我们有三个选择题，然后让他选择。これからやっぱり中国のセリフを挑戦してもらいたいので、まあこれ三つのタイプの中からちょっと選んでもらいたいので、はい、もう出ていけって言われた。ひどい。お前のせいでプレゼントが減った。ひどひど。切腹しろ。CF、CF。CF。好。ごめんなさい。我们这边的选择题的话，比较热情的说，我想死你们了，你们都吃了吗？これが一個目ですね。第一个就是，第二个就是，从现在开始，你们都要听我的，我是这个直播的主播。有点长，ちょっと長いですけど。これが二つ目。对。那第三个是三つ目。还在看直播呢？字我也写完了吗？まだ生放送見てますか？宿題はちゃんとやりました？这三个是那个节目组准备的中文的台词，然后，西野さん，哎，要选择一个，どれがいいですか？2個目は多分難しいですね。難しいし、なんかキャラじゃない。キャラじゃない。って思う。キャラじゃない。この1個目のご飯食べましたかっていうやつが結構よく中国の方がよく
挨拶代わりに使うみたいなことを聞いて、だからそれを言いたいなって思います。说第一个热情的那个选项，あったらすぐご飯食べたか聞くみたいな。哦，哎，是这样子吗？我觉得比较多一点。之前，现在也是这样子吗？就一开始见到的时候，哎，你吃饭了没？就是怎么说呢，就是年长的长辈那些会比较经常说，就是说见了面打招呼，哎，吃了吗？吃好了吗？吃了吗？吃晚饭了吗？就相当于日本怎么说呢，日本的就是 Genki 就是有点比较接近一点，就是现在的话年轻人的话可能说的比较少一点，但是我觉得这个话的话也是以前经常被用的。对对，是中文的修爪が可愛いって。爪？えー、すごい、よく見えましたね。すごいよく見てるね。そう、自分で塗りました。え、ズチ、ズチ飲んだ、自分でこの上海来るから前にちょっと可愛くしとこうと思って今要来上海、所以就是あんまネイルとかやんないんですけどね。え、平時不怎么、不怎么飲んだ。あ、普段はやらないの？本当に普段やんないです。今回は上海来るからなんか気分がちょっと何これ何これ。ちょっとしたらマドンシ。何これ。あ、なんもない、なんもない、なんかですっていう。あ、です。じゃあそうしましたっていう。就这样做了的那个小动作。那说一下第一个。OK嘛、じゃあ一番目の中国語をいきましょうか。練習してもいいんですか。練習してもいいですよ。多分ね、僕の真似をしても良くないので、お姉さんの真似をした方がいいと思います。わかりました。リピート。要标准一点啊！我来叫他的话，还是有点不标准。なんか、私の方がそう、ちょっと教えてもらうみたいで、ちょっと行きます。はい。はい。我想死你们了，你们都吃了吗？我想死你们了，你们都吃了吗？これはもう、やっぱりちょっと語気を加えてね。語気を、気持ちをちょっと込めて。あ、そうか。包含就是更多投入自己的感情再说一次。刚才说的是，あなたたちにすごく会いたいです。ご飯食べましたか。すごいちょっと変な文章ですね。なんか。そう、あなたたちみんなにすごく会いたい。みんなにすごく会いたい。ご飯食べましたか。我想死你们了。みんな食べた言ってる。はい。行きますか。じゃあもう西野さんカメラでちょっと行きましょう。いいですか。準備好了吗？好的。行きましょう。三、二、一。我想死你们了，你们都吃了吗？完璧です。大丈夫ですか？問題ありません。ちょっともう一回行きましょうか。もう一回。もう一回行きましょうか。もう一回行きましょうか。食べた。食べた。うん。キリンにしますか？ゾウにしますかって。怖い。还是大象。もう一回行きましょう。じゃあ再来一次。给他镜头。あれにあれに。はい。我想死你们了，你们都吃了吗？大丈夫なのかな？伝わってるのかな？全然問題ありません。めっちゃ発音良かったです。ちょっと日本語でも言ってもらっていいですか？日本語は恥ずかしい。日本語は恥ずかしいから。なんで日本語は恥ずかしい？また今度。下次再来挑战吧，因为日语有点害羞。毕竟我输了。もう山下さん負けたからしょうがないね。なんか本当みんなすごい天才って。全然。よ感觉。感觉。感覚があります。すごいフィーリングっていうか、なんかニュアンスが合ってる。よかった。すごい発音いいですよっていうことですよ。嬉しい、先生がよかったから。あ、他就是老师吗？先生です。老师。
老师。哎，那这次来到上海之后，你有没有跟当地人交流？今回上海に来てから現地の方とコミュニケーション取ってたりしますか？現地の方とは取ってないかな。なんかスタッフさんとかと軽くそういう話。でもコミュニケーションは取れてないな。なんて話しかけたらいいか分かんない。あ、そうですよね。なんか、对，其实那个他还是跟那个 staff 工作人员那个交流比较多。其实。对，一开始的话，自己准备自己的台词，然后 说起来，然后他的反应过来，他反应过来的时候，我们完全听不懂，这种感觉比较多嘛。なんか最初はやっぱり中国語のやり取りとか、まあ簡単文章はいいんですけど、やっぱ長文とかはなかなかやっぱ伝わらん、難しいですよね。難しいし、聞き取るのも難しいし。そう、很难。然后就是听应该很难，因为中国话，因为大家说话说很快吧，然后他就觉得很。同じ言葉でもこの意味いろんな意味、意味っていうかアクセント、アクセントによって意味変わるとかが、就根据每句话的那个发音，有因为中文有四声嘛，有它的那个意思就会改变，所以觉得很难。就是同样的句子、同样的单词也会，就因为发音不一样，所以意思就很难。なんか空港でアナウンスを聞いてて、で、九十を数字のだと思ったら違うくてみたいな。そうそう、九十と。え？あ、这是。あ、なん、他说就是谢，他就是之前在机场的时候嘛，来中国，然后在机场，然后那个广播就说，这是什么什么鸡排，就是这是这个单词，然后他的话就听成了九十，九十和这是就很接近发音。文字にすると一緒。然后他就很难，就是九十这是，就他就听起来就是一样，对他来说很难。でも頑張ってなんか聞こえないかなって思って、中国語日本にいる時でも。中国人の方がいて会話してるのをたまにこう聞いちゃうんです。なんか分かる単語ないかなってやったりします。他说就是因为就是中文嘛，也自己也想学，虽然说就是不懂，但是在日本的话也会就是下意识去听在日本的一些中国人的对话，就会有些时候就会听懂一些单词之类的。对，观众们都说了，还是中文挺难的，但是还有一些那种方言这个东西啊，なんかその今ビリビリ見てる方から、もちろん中国語はすごい難しいんですが、でもやっぱりちょっと中国の方言もちょっと。触れて困りますよっていう方言興味ありますか？方言あります。对翻译有兴趣。白小姐姐是哪里人呢？我的话是四川人。四川人，四川の方言とか。何か四川の方言。じゃあ西野さんは担々麺先ほど好きって言ってたので、ちょっと簡単に担々麺とか。担々麺が好きとかっていう中国の方言を一回教えてもいいですか？お願いします。好，那我们听一下那个写起来的四川话。四川话啊，四川话，四川话，四川话。じゃあちょっと四川語、はい。四川語。四川語教えてください。ちょっと簡単な一言を教えたいんですが。担々麺。じゃあその意味としては担々麺、美味しい、素晴らしいという意味の方言。担々麺。担々麺。好吃。好吃。巴适。巴适。すごいすごい。担担麺。好吃。巴适。巴适。哦，近い近い。でも結構いけてますよ。标准吗？标准吗？标准。哦。标准。标准。標準です。標準、すごい発音正しい。担担麺。担担麺。なんか可愛い。太可愛了。太可愛了。担担麺。好吃。あ、みんな満足してくる。バス。四川行かないとね、辛いものが。行きたいです。说想去四川。对，四川的串串也是挺好吃的吧？
なんか四川だったらなんかちょっと火鍋に近い、うん、あの串をなんか2個全部その串をつけてその火鍋の中に煮込んで、うん、その串料理あるんですよ、うん、火鍋のちょっと近いものなんですけど、なんか火鍋って小皿でいっぱい食材入れてるじゃないですか、食材を全部なんか焼き鳥のなんか串をその串を全部そのままなんかつけてその肉をこうやってなんか串をなんか焼いてたりとか、そういう焼いてるもの煮込んでたりする料理あります、うん、四川式みたいな式、あ、四川、四川と重慶、うん、重慶、重慶、なんか四川の隣に重慶という町あるので、うんうんうん、多分四川式ですね割と、うん、あとパンダもいるしね、パンダ、うん、シャン、シャン、シャン、マオ、ションマオ、ション、ションマオ、ションマオ、ションマオ、あ、そうだね、でもなんか最初のシャーションマン、ちなみに这次我来到上海的原因是什么呢？为什么来到上海呢？这次今回は、まあ、なんでなんかもも突然というか突然突然というか上海に、ね、あの乃木坂の大体全部店、うん、というのが上海でもやってるってなって、うん、なんかサインを入れに旅行、旅行とか観光がてらサイン入れに行っておいでよみたいな風に言っていただいて、あの会社の方にで、いいんですかってなって、私そんなもう卒業してるし行っていいのかなって思ったんですけど、でも中国行きたいしと思ってそれで来ました。なるほどなるほど。对，西野说，就是他这次来上海的目的是为了就上海的那个乃木坂的全部展，然后他过来是就是签了自己的名字，然后顺便旅游一下，然后就是公司索尼那个乃木坂的公司说，就是让他去就是去上海签名，然后顺便旅游，然后他自己觉得本来就已经毕业了，嗯，觉得有点不好意思，但是他本来他个人最强烈的是他想来中国，所以他就这次就过来了，对。やっぱりその去年初めて来た時にいい印象があったってことですか？うん、あんまりあそのライブ以外ではその街に行ったりはできなかったので、うん、今回はその街にというか、うん、いろんな場所行ける機会だなと思ったんで。他说上次来上海的时候就是只是就是主要是演唱会嘛，没有怎么是去那些逛街呀、啊、去玩，然后这次主要过来还是就是玩一下，去各种各样的地方。对，じゃあもうすでに行ってきたんですね。行ってきました。全部展已经去了。昨日の夜に。有没有遇到粉丝ファンには会いましたか？ファンの人はその時間は大丈夫でした。太可惜了。那现在可以看到他的签名是吧？あ、今サインとかも見れますよね。あの全部展の方に上海の会場。見れますよ。对对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 。现在已经在那个全部展已经可以看到西野的签名了。有没有比较自己喜欢的那个展览会里面自己喜欢的东西？中にその自分の好きなものとか思い出のものとかなんかありましたか？あります。ここ見とけみたいな。見とけ。なんだよ。いや全部ですけど。なんだやっぱ懐かしいなっていうのは結構。あの一回東京でやった時ももちろん見に行ってはいるんですけど、なんか改めてその時間経ってからまた上海でも見て、一回見たはずなのにもう一回なんか見ちゃって、そのジャケ写とかなんだろう、ジャケ写の前にやったロケ班の写真とか、あとまあ制服も今まで着たやつとか全部バーってあって、あこれほとんど着てたのかとか、私なんか割と写真に自分がいっぱいいたから、それもちょっとなんかもう不思議な感じになっちゃいました。あなんかいいのかなみたいなまだ思っちゃって。あ、是他说这次来上海的话，就是推荐全部展。怎么说呢？因为他以前在东京嘛，全部展也去看过，看过了。然后这次来上海，因为内容基本上是比较接近的，然后他就觉得看着。再一次看还是觉得会很怀念，然后看见那些就是乃木坂的就是专辑的封面呀，还有之前他们去那个踩点，去那种景点拍摄的踩点的照片，还有很多装饰的很多那个乃木坂的制服，一直以来的看着那些就是制服，他觉得
一直以来穿过各种各样的，就会想起那个时候的事，他觉得非常不可思议。嗯，对，就是那种感觉，很怀念的感觉。对。那じゃあ今後もあれですね、あのすごい中国のファンの皆様が今すごいまだまだたくさん見ててくれてて、もっともっとみんな奈良瀬さんのことを知りたいと思っているので、なんかもっともっと情報発信してほしいですけど、それは期待してもいいんでしょうか。就是我跟他说的是，就是中国这边也有好多他的粉丝嘛，但是那些他还是更新什么的没有那么多，所以我催更吧。这个还有那个 SNS 呀，还有最好有那种 B 站的那个账号呀，那种动态呀，还有可以的话做直播之类的。なんか、まあ、できればもっともっとこう、SNS 更新して、そうですね、みんなに今何してるのか教えてほしいなとか、 あとは例えばなんかビリビリとかもありますけど、生放送とか、なんかそういうのも生放送とかってどうですか。どうなんだろう、どういうのをやればいいんだろうとか、まだなんかやっぱあんま分かんないので、どういうことがを需要っていうか、どういうことをしてほしかったりするのかなとかが、なんか中国の、なんだろうな、でも中国で流行ってることとかはよく聞いたりはします。どういうのが流行ってるのとか、そしたらネット用語とか教えてもらったりして、だけどなかなかそれも使うなんか機会が難しいんですけど。はい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 。もうあれですよね、まあ、我们可以的话想看他学习中文的样子也 OK 的。なんか中国語のレッスンとか生放送してもいいぐらいな。あ、レッスン、レッスンを受けてるところとかも、受けてるところをそれいいですね。なんかそれいいかも。勉強して少しずつ上手くなってるのをみんなで見守るみたいな。あ、それいいですね。それやりたい。それやりたいな。叫他中文的那个现场直播对吧。对他说有机会的话想尝试一下。到时候拜托了。然后我就明天要离开，还是那个在上海的时间其实不多是吧。明天もう上海もうから離れますか、なんかもうちょっと滞在とかどういう感じですかね。上海にあんまり満喫しました。上海満喫しました。昨日は美術館に行って、展覧会、現代アートの展覧会を見に行って、すっごい楽しんで、あとタゴボーとか行ったりして、で今日はディズニーランドに行って遊んできました。他说他这次来上海的行程特别充实，昨天去了那个美术馆看那个现代展。现代艺术展，对，然后又去了田子坊，然后今天呢去了上海迪士尼乐园，我觉得非常的充实，这是上海的旅游。有没有今天去迪士尼的朋友？今日ディズニーランド行った方います？もしいたらね、ちょっとニヤミスしてたかもしれないね。確かにいるのかな？見かけられてたかも。有去上海迪士尼乐园的小伙伴吗？好像没有吧。OK。那我们最后的环节就要抽奖环节。これから最後のコーナーに入ります。ちょっとプレゼントを皆さんにするちょっとコーナーなんですけど。はい。はい。準備的东西是签名版还有小电视、对吧？プレゼントはさっき言ってたサインとミニテレビです。ミニテレビ。ミニテレビこれね。これ小电视。これ。然后まあちょっと出過ぎたお願いなんですけれども、さっき僕負けました。はい。で、本当はサインが1枚。1枚。ね、約束だったんですけれども、いい。ちょっとみんなのために、はい。2枚にしていただくことはできますでしょうか。2枚。两张。就刚才说那个我输了嘛，所以本来设定的是那个签名版只有一张。然后我刚才跟他说能不能提供给两张。可以。可以。
なった素晴らしい、よかった、よかった、イエーイ、じゃあ高兴那么我们抽奖被ちょっとコメントが欲しいですね。指定のコメントを書いてもらって、で、ここでカチャリとスクリーンショットを撮って、でそこで出てきた人にあげる。なんか好きな言葉、中国語、好きな中国語とかありますか？好きな中国語？うん。有没有那个他喜欢的中国话？然后我们这边的话，就是给当成一个关键词。でも違うのがいいな。なんだろう。どういう。あれは？なんか。なんだっけ？わかりました。これ？これ合ってる？嫉妬とかあれですね。そうそうそうそれ。これですね。じゃあこれ、はい、これですよ、レモンのやつ。レモンのやつよくネットで。これレモンのやつですよね。我酸了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 。那大家关键词是我酸了，然后大家夸他们，夸他们，然后我酸了。西野さんがストップって言ってくれたら、ここでカチッってやりますんで、ちょっと待ってくださいね。はい。我酸了。我酸了。我酸了。って出してくれてるかな。もう酸もう全部弾幕がもう酸綺麗に揃ってる。もう酸な。私はいつでも言ってください。三二一で止めますんで。はい。说一二三就停。三一。一二三。停。一二三停。停。あ、行けましたね。行けた行けた行けた。はよいつま。はよいつ。もう一回。もう一回行きましょう。もう一回行きましょう。もう一回。もう一回行きましょう。もう一回行きましょう。一、二、三、停。刚才的两位是前名版。还有最后一个人是。二名は三位、最後は右手で名ですね。OK。那最后一个是小电视，最後はミニテレビですね。行きましょう。もう酸了，もう酸了。はい、行きます。いつでも大丈夫です。一、二、三、停。はい。来ました。こうやってやるんだ。好，那发表一下那个中奖的人的名字。これから当たった方の名前を発表します。第一个签名版，B 站账号名字 AKAGI2015 アカギ、アカギ2015，这个人，恭喜。この方恭喜はおめでとうございます。おめでとうございます。恭喜。おめでとうございます。恭喜恭喜。AKAGI2015，还有。第二位是那个前名班的人，中奖的人的名字是忘了幺六七二，忘了忘了忘了哇哇幺六七二，恭喜恭喜恭喜，おめでとうございます，恭喜。还有这个小电视，小电视的话。テレビ君は B ちゃん名字佛城火の城火の城佛城就是你恭喜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 も思いましたね恭喜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 OK OK OK，OK， 好。那好，最后，最后。Last， 就最后なんですが。有没有跟大家想说的事情？跟中国的观众们打个招呼。なんか中国の方々に、なんか言いたいこと、伝えたいメッセージとか、まあ挨拶くらいでもいいので、なんかありますか？
哇，诶，今日は見てくれてありがとうございます。ね、谢谢大家收看我的直播。なんか本当にちょっとずつだけど、中国語のこととか中国のことを知っていくのはすごく楽しいので、これからも続けていきたいと思うので、温かく見守っていただければ嬉しいなと思います。所以他现在就是在一点点学中文，但是就是学习中文真的是非常对他来说非常快乐和开心，请大家温柔的，就是以温柔的眼光来看，就是对他，请大家请多多关照，请继续支持我。ありがとうございました。ありがとうございました。那个真的，我们中国的观众们都希望你经常来到中国，还有那个多点。把自己的信息，然后早点学到中文。なんか中あの本当に中国のファンとか中国の方から本当にいつも西野さん中国もっと来てほしいですし、なんか普段の日常の SNS とかもっと自分の日常をシェアしていきたいんですね。っていうのあの常に思っています。常に思っているので、わかりました。たくさん中国に遊びに来てください。来たいです。ね、機会があれば何か一緒に番組とか作れたりね、ミリミリさんと一緒に作れたらいいなと思ってます。之后真的有机会的话想合作，到时候大家支持那个 B 站支持我们。那今天的嘉宾就是西野七瀬さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。谢谢观众们。再见。大家好。大家好。あの皆さんこんにちは。大家好。夏夏侬。大家好。大家好。夏夏大家。私も分からなかったです。谢谢大家。谢谢大家。みんなありがとう。ああ。謝謝大家。谢谢大家。